今日はコラボの活動報告書から実際に助けた女の子の人数を読み込んでみようか。それって何か意味があるんですか？お金の流れを追うのは不正会計を探しという意味があるとわかりますけど、女の子を何人助けたかどうかは不正追及にはあまり関係がないのでは？言いがかりになりませんか？コラボの活動報告書は多分嘘だらけで、本当の人数はもっと少ないと思うんだ。大丈夫ですかこれ？いくら思うでも十分な裏付けがないと名誉毀損アウトじゃないですか？まあ僕の解説を聞いてよ。はい。これから説明するのは次の3点。1、コラボの活動報告書は推計でだいたい4倍に毎年水増しされてる。少なくとも平成30年度は4倍に水増しされていたこと。未長期保護2週間以上を申請すると実態調査が入るからか。過去5年で都庁に申請している長期保護は活動報告書と違って0人である。3、多分だけどシェルターで長期保護されてるのは元から共産党員の若年活動家女性である。見出しだけで寒気がするので帰っていいですか？ダメです。さてこちらが令和3年度の都庁に提出された報告書です。公文書開示で出てきた正式な書類ですね。次にこちらが同じ令和3年度のコラボの活動報告書から該当の数字部分を抜粋したものです。これを見比べてみましょう。まずはパスカーで数字は合ってるね。合ってますね。毎週水曜日にバスを繁華街に停車させ、コラボのカレンダーは1年34週なんですね。日本のカレンダーだと52週のはずですが、第1、第3水曜日は歌舞伎町、第2、第4水曜日は渋谷を基本とする新宿歌舞伎町31回、渋谷3回。コラボのカレンダーは第2、第3水曜日は年に3回だけなんですね。渋谷では月1回ほどバスカフェを開催していますが、渋谷開催の時にはお弁当の提供がなく。渋谷ではただで弁当を配れないからね。しょうがないね。露骨すぎませんか？それに本人は月1回だと言ってるのに実績は年3回で。コラボのカレンダーでは1年は3ヶ月なの？この先の説明でそんなこと気にならなくなるから大丈夫だよ。ごあっぴ。次は相談事業。相談人数の1672人は一致してるね。新規と継続の内訳が書いてあるから、これは全体の人数です。これは後で重要だから覚えておいて。年齢不明688人、216人。大きく合わないのはおかしいね。区切り方は違うけど不明以外の人数は一致した。都庁への報告だけはいきなり年齢不明の472人が増える。少なくとも継続の368人分は継続だから年齢は分かってそうですけど、どうして不明になるんですか？多分さ、合計を1672って数字にしないといけないっていうのがあって、最後に不明688人にしたんじゃないかな。数字をいじったとしか思えない箇所が多すぎるんだよ。それを見ていこう。それ水増しってこと？対応方法、電話は711と710はほぼ一致、メール1528も一致、面談2200と2197はほぼ一致。結構違いそうですけどね。その他67は一致。 SNS は4279と186。いくらなんでもおかしいね。 LINE の12596件が都庁の報告にはないけど、これを SNS に入れると仮定しても全く合わない。LINE 12596件だけで都庁報告より圧倒的に多いですからね。どうしてこうなるんでしょう？この場合は都庁に提出した4279の数字の方が本当の数字に近そうだね。他に説明つく？他の数字はほぼ一致してるから、ここだけ水増ししたとしか言えないよ。都庁への申告を過小にする理由はなさそうですしね。関係機関の数字ほぼ合ってるんだけど惜しかったね。その他が微妙に違う。都庁報告書では239人だが、ウェブのその他を合算すると242人になる。3人違うね。3人なら計算ミスかもですね。ほぼ全ての数字が一致するというのが鍵だよ。コラボの活動報告書は全体の報告だから、ウェブの報告書の方が数が大きくてずれてるならそれは当然だし検証不能だってなる。でも数字が大体合ってるってことは、ずれてる細部では鉛筆を舐めたとしか言いようがない。
根拠のある告発ハラスメントですよ。なんで令和3年のから見たかっていうと、古いほど見つましが雑で見てらんないレベルだからだよ。最後に宿泊を伴う方都庁報告書だと、短期67人長期0人。これがウェブ報告書だと短期74人長期10人でさ、これもどうして合わないんでしょうか。他の数字は合うし、相談している女の子の総数も一致するのに。これが動画最初に述べた結論の3、共産党の活動家の女の子に寮と活動費を援助しつつ女の子を保護したというスキームじゃない。えい、この後も解説していくけど、平成30年から令和3年までの全ての年度で長期保護0人なんだよね。でさ、今更なんだけど、あの女の子たちあまりにも活動に熱心すぎると思わない？えい、沖縄辺野古も国葬も韓国慰安婦も全部付き合ってたじゃん。助けを求めてきた女の子を洗脳したくらいであそこまでなる？あれ、洗脳じゃなくて元からそうなんじゃないの？そう考えた方が辻褄が合うと思うんだけど。だとしたら本当に共産党と強いつながりがあるコラボ代表2等夢乃さんじゃないですか。まあこれはあくまで予想なんだけど、相談してる女の子は長期保護ゼロ。でも政治活動してる女の子は長期保護されてるのは謎だよね。相談窓口とは違う窓口から長期保護の女の子が送られてきてる。これ以外に説明が思いつかない。ちなみに国が定めた若年被害女性支援事業では、長期保護2週間以上をした場合には都庁に申請し、他の役所女性相談センターと情報を共有しなければならない。それはコラボとしては絶対にできない。だから長期保護は全ての年度でゼロなんじゃないの？でも長期保護シェルターの募金とか募ったりしてるし、ウェブ報告書では活動家の女の子たちを活動実績として紹介してるわけ。もしもし、ポリスメン？あとここウェブ報告書でホテル宿泊は232泊ってなってるけど、経費精算だと300万円請求してる。何か変なんですか？都に請求できる宿泊費は1泊1万円が上限です。こんなの幼稚園児でも暗算できるじゃないですか。もしもし、ポリスメン？もしもし、納めた税金が盗まれてるんです。早く来てポリスメン。一応言い訳を考えた。平成30年より前に長期保護した女の子だけがそのままずっと長期保護されてる。でもその場合、その時代に知り合った子は5年以上自立できないのに、平成30年以後は保護が必要な女の子が一人もいなかったことになるから無理。やっぱ共産党員シェルターでしょこれ。ポリスメン、ポリース。令和2年度。重複する説明は省くよ。まずはバスカフェ事業。惜しい。他は合ってるのに、声かけ人数が3028と3082でミス。いかに適当でチェックもしてないかだね。相談事業。合計欄が5353を手書きで5389に訂正してある。手書き訂正は、まあ普通ですよ。資源節約です。合計5353でやってるんだよ。じゃあ訂正いらないじゃないですか。これ多分検算でミスしてさ、1615、1651で入力したんでしょ。そんなバカな。ま、そんなレベルどうでもいいよもう。譜面が合わないのは令和3年度と同じ、でも全部の年齢ガタガタでした。令和2年度は全部ガタガタ。令和3年度は譜面だけ不一致。1年で少しは進化したんですね。で、こちらが上野千鶴子さんが委員をやってるワン基金に提出された報告書。左から令和2年度のウェブの報告書、都庁の報告書、そしてワン基金の報告書で数字を並べた。計画通りに開催できてないバスカフェ回数とその利用者以外、全部どこか間違ってるじゃないですか。共産党と強いつながりがあるコラボ代表2等夢乃さんがいかに適当に報告書を作っていて、その都度ごとに数字が変わっている。何よりの勝者じゃないですか。そこまだ理解してなかった。わかりきってましたけど。多機関連携回数、児童相談所が都庁108、ウェブ115、全体的に少し変ですけど、大体はウェブの方が多いんですかね。企業のところに注目。ここだけがウェブで減ってる。他が増えるのにここだけが減るのはおかしいよね。あとその他はウェブでだけ登場してるのもね。
会わないのが普通になってきてて、もうよくわかりません。宿泊を伴う保護人数、ホテル等770泊ってなってるけど、都庁報告書だと170泊で申請。令和3年度は過剰申請と思ったら、令和2年度は過小申請。どうして？さあ、わかんない。770と170を間違えたんじゃない？長期0人は、まあいつものことだね。短期も67人だったり15人プラス96人だったりで不一致。わけがわからないね。そして令和元年度。この年度はかなりやばかった。あ、でも、バスカフェはきちんと合ってて偉い。数字が合ってるだけで褒められるって小学生ですか？だって、相談事業はクソひどいもん。この年は、なんと都庁報告書が836人、ウェブ報告書は591人と逆転です。でも、面談回数は、ウェブ報告書の方が380回多いよ。あっちが大きくなったり、こっちが大きくなったり、何なんですかこれ。多分、この年の実績を使って予算を増額したかったんだと思う。令和2年、3年、4年と進むにつれ、予算はどんどん増えていく。都庁側を水増ししたんじゃないかな。都庁申請がウェブより多いのは令和元年だけ。あとさ、バスカフェ593人で、相談事業591人っていうのも受けるね。他の年度だと、バスカフェの2倍から3倍の相談事業をしてるのにね。この年だけ逆転する。都庁の水増し申請の辻褄合わせに、593って数字を作ったのかな。もう訳がわからないレベル。多分、バスカフェの人数も水増ししてるよこれ。それが通って、税金から数千万円支払われてるんですか？うん。都庁への報告書、ウェブ報告書のどちらかは確実に嘘っぱちだし、いろんなところに水増しをしているとしか思えない数字の異常さがある。多機関連携も当然ガッタガタ。都庁報告を合計したら316件でした。ウェブ報告書はその他なし合計135件。なのに、性暴力被害者支援団体はウェブの方が多いの受けるよね。適当に数字作った以外の説明できないよ俺には。そもそも本当の数字があったとは思えない。図にするとこう増えたり減ったりしてるし、計算ミスもあるし、もうどうしようもないよ。何なんですかねこれ。何なんですかね。もう語彙力が。宿泊ウェブの方が多い。てかもうガタガタすぎて合ってるところが存在しないって指摘すればいいかな。あ、長期保護は都庁報告ゼロで、ウェブ報告はたくさんいます。ここだけは安定です。ツッコミすることが難しいほどめちゃくちゃにすればツッコミされない。っていうライフハックですかね。いよいよ最後平成30年度。これがバスカフェが始まった年。10月からの半年なのに、翌年と同じだけの予算が降りた年だね。バスは合ってて安心するね。ここは、書類をちゃんとコピペしたのかな。えらい。なぜか、相談人数は全然合わないね。もうわかってるんでしょ。やっちゃってくださいよ、あれ、認知プロファイリング。うん、多分、都庁報告書の126人が相談者の実数でしょ。なのにウェブ報告書では552人。つまり、ね、コラボは、平成30年度の時点で、126人を552人って嘘ついたんだよ。水増ししたの。ここから辻褄合わせをし始めてる。どういうことですか？最初の年度だけ水増しすると辻褄が合わなくなるから、この年からずっと4倍に水増ししてるでしょ。ここで2015年からの実績を見てみましょう。こうして並べると2018年度で覚醒していそうですね。こういう並べ方すると面白いね。都庁報告に比べてウェブ報告は件数爆発してますね。1人当たりの相談件数出してみよう。都庁への報告書ではずっと1人当たり4から5件の相談件数。ウェブより増えまくった2019年でも、この水準で推移してる。ウェブ報告書は相談数大爆発ですね。こんな、いきなり、1人当たり15件とか12件にインフレするウェブ報告書は、全く信頼できないよ。都庁に提出した報告書と、ウェブの報告書で、ここまで、怪しいずれ方をするのだから、少なくともどちらかは虚偽。常に、ウェブの方が大きいわけではなく、重要な申請の年は、都庁報告書の方が大きくなる。この数字には不正があると断言するしかない。最初の年に約4倍に水増しした疑いが強いことから、その後の年度もずっと4倍かはわからないが水増しはされていると思う。だからその水増しに沿った相談件数を書くウェブ報告書と、相談件数は実際の値を書いてる都庁報告書でずれるんじゃないかな。認知プロファイリング探偵ひまぞらあかねです。
ヒック。ヒック。助手のナルコです。怖いものを見るのは初めてか？ほら鼻チーンして。こんな闇あるって聞いてないですよ。それではまた次回お会いしましょう。